幸も不幸もないんですよ。人にお金に運に好かれる法則、小林正観。第一章、肝心なお金の宇宙法則。精神的なゴミを取り除き、心が透明になるトイレ掃除。何度かトイレ掃除についての原稿を書きました。トイレ掃除を続けていると臨時収入が頻繁に入ってくる。仕事や商売が順調にいく。人間関係が良くなるなど、いろいろ得をするようになるからです。なぜトイレ掃除で嬉しい出来事が起こるのでしょうか。その理由をご説明しましょう。人間は誰でも自分を元気にしてくれるエネルギーを必要としています。エネルギー源は愛情や美味しい食事という人もいれば、お金や仕事という人もいます。こうしたエネルギーと人間の関係はダム湖と導管の構造に似ています。エネルギーはダム湖に蓄えられた水、ダムの水が流れ込む導管が私たち人間だと思ってください。本来私たちはダム湖からいつでも好きなだけ水、つまりエネルギーを取り出せるようになっています。ところが導管にゴミが詰まると流れがせき止められ、エネルギーが取り出せなくなるのです。導管を詰まらせている元凶は我欲や執着、こだわりといった精神的なゴミです。エネルギーをスムーズに流すためには、これらのゴミを取り除かなくてはなりません。トイレ掃除は精神的なゴミ取りに最適な方法です。人が毛嫌いするような汚れているところを掃除すると、我欲や執着、こだわりが消え、透明な心になって、エネルギーの流れも良くなります。お金がエネルギーという人は、お金が無限に入ってくるようになるのです。ただしお金は無限に使っていると無限に入ってくるのですが、溜め込もうとした瞬間に入らなくなります。我欲、執着、こだわりが生まれるからです。これは宇宙の法則のようなもので、誰にも分け隔てなく当てはまります。トイレ掃除は精神的なゴミを取り去るだけでなく、トイレにいる薄様明王という神様を喜ばせることにもなります。この神様は大変な綺麗好き。トイレを磨くと大喜びして、その人を豊かにしてあげようと張り切ります。捨てでトイレ掃除をすると入ってくる金額の桁が変わる。掃除を終えたら必ずトイレの蓋は閉めてください。大金持ちの家はトイレの蓋が閉まっているという共通点が事実としてあるからです。また掃除のやり方は自由ですが、汚れに対して生身で近づけば近づくほど臨時収入のゼロの数は増えるようです。ゴム手袋をはめるよりは素手でやる。小さな汚れにも手を抜かない。落ちない汚れは爪も使ってみる。自宅だけでなく不特定多数の人が使うトイレもきれいにするといったことを実践しましょう。お金が勝手に入ってきます。私も何年も前から行く先々のトイレをこまめに掃除するようになりました。まずトイレットペーパーで便座を磨き、こびりついた汚れは爪でさっさと削り落とします。こうして掃除をするようになってから、臨時収入がどんどん入るようになり、金額も増え続けています。私があちこちの講演会でトイレ掃除の話をするので、実践する人も増え、臨時収入が入ったという報告は引きも切りません。ある回で
私の話を聞いた11人の主婦がトイレ掃除とトイレの蓋閉めを実践したところ、1ヶ月半後全員に4万円から30万円の臨時収入が入りました。その中の一人の女性はその後も自宅の他にデパートや公民館など自分が使った後のトイレをすべてピカピカに掃除し、必ず蓋をしました。すると掃除を始めた1年後に数回しか会ったことがない人から、世のためとてもいいことをしているからと800万円もの遺産を譲り受けたそうです。トイレ掃除で会社の危機を救った人もいます。社員を10人抱える印刷会社だったのですが、3ヶ月も売上ゼロが続きました。社員思いの社長はリストラもせず頑張りましたが、いよいよ倒産寸前まで追い込まれました。その頃社長はたまたま私の講演を聞き、トイレ掃除を始めました。やがて社員も賛同し、会社一丸となってトイレ掃除を始めたそうです。すると3週間経った頃からどんどん仕事が舞い込むようになり、その後は印刷機を休ませる間もないほどの繁盛ぶりだそうです。トイレ掃除のお話をすると、損得勘定でトイレ掃除をしてもいいのかなと疑問に思う人もいるようですが、大丈夫です。損得勘定、下心、邪心は大いに結構。大切なのは不平不満、愚痴、泣き言、文句を言わず面白がって掃除をすることです。宝くじで2億円当てた人の楽しい習慣。笑う角には福来たるの例え通り、面白がって楽しんでいると宇宙さんが微笑んでくれるようです。新しい財布は初めて入れた金額を記憶し、その金額を財布自身が維持しようとするという話は、他の方の財布の状況は分かりませんが、私に関しては当たっているように思います。新しい財布、もちろん友を呼ぶ財布を使っていますに初めて入れた金額がだいたいいつも入っているような気がします。気のせいかもしれませんが、あまり補充をしていないのにいつも最初に入れた金額に近い金額が入っているのです。不思議です。私の周りには友を呼ぶ財布を使い、1兆円札を入れ、毎日トイレ掃除をし、宇宙や人に向かってありがとうを言い続け、楽しい話にケラケラ笑っているという人が少なくないのですが、その中の一人がこんな体験をしました。初めて宝くじを10枚買ったのだそうです。その10枚を友を呼ぶ財布に入れ、最初に入れた金額は夫から借りた数十万円で、一晩で返却したそうです。毎日ありがとうを笑顔で言いながらトイレ掃除もしていました。当選番号が発表された後、当たっていることを知らずに銀行に10枚宝くじを持って行きました。当たっていました。初めて買った10枚で当たってしまう幸運。いくら当たったのか。2億円でした。星冠さんの財布を使い、星冠さんの言うようにそわか、掃除、笑い、感謝の実践をしていたら2億円当たりました。すべて星冠さんのおかげです。これが当たりくじと、当たりくじの券を持ってきてくださいました。私にくださるのですか、店に来ただけです。ということで私のものにはなりませんでしたが、2億円の当たりくじ券を自分の手で持つという貴重な体験ができました。楽しんでいると宇宙はたくさんの体験をさせてくれるようです。358は発展、長寿の数字。もうずいぶん前、10年以上前になるでしょうかのことですが、ある人が666は破壊の数字、
358は発展、建設、成就の数字らしいとの情報を教えてくれました。この358という数字はなかなか面白いものなのです。まず2500年前、お釈迦様が悟った日が35歳の時の12月8日でした。お釈迦様の生まれは皆さんご存知のように4月8日です。12月8日はちょうど4月8日から数えて8ヶ月後、35歳と8ヶ月358となります。お釈迦様は人間には3つの歳日があると言いました。1、誕生へ、生まれた日、お釈迦様は4月8日。2、浄土へ、悟り日、魂の誕生日、お釈迦様は3歳日の中で最も重要な日と言いました。3、涅槃へ、肉体から魂が離れた日、人間社会では死んだと言いますが、仏教的には死願、こっちの岸から彼岸、向こうの岸に渡った日のことを言います。お釈迦様にとっては2月15日になりますが、京都など多くの寺では旧暦、新暦との関係で1ヶ月ずらして3月15日に涅槃会をやることが少なくありません。人間にとって最も大事な浄土の時がお釈迦様は35歳と8ヶ月なのでした。西遊記のモデルとなった玄奘は実在の人物です。唐の都長安を出て往復17年の歳月をかけて、日本では大化の改新の年、西暦645年に長安の都に帰り着きました。この時お供したのが沙悟浄、五悟空、八八戒。無理やりの解釈ですが、沙三、五五、八八とも考えられます。聖なるお供は358だったのです。仏教の教義の中で一般の人が知ってもよい、多くの人が知った方がよいとして公開されている部分があります。これを見経と呼びました。見とは目に見えるという意味、一方で悟った人、僧侶にのみ教えるとした部分を密経と呼びます。仏教の中では特に奥深い部分ですが、西暦804年に唐に渡り、806年に日本に帰ってきた空海弘法大師は、第7代密教大法の継承者慶可から指名を受け、第8代の密教大法の正式後継者となったのでした。ですから仏教のかなり大事な部分が日本に渡り伝わったと考えてよいのですが、それを持ち帰った空海さんは西暦835年に亡くなりました。仏教上では死んだとか亡くなったとか言わず、入浄、入滅という言葉が使われます。空海さんに関しては誕生よりも入浄の方が重視されています。入浄の日は3月21日ですが、この21日が弘法大師の日とされ、京都東寺では毎月21日が縁日で露店がたくさん出てにぎわいます。生まれた時より空海さん、お大師様に関しては入場の時の方がずっと重要でした。その時が西暦835年、これも358でした。